さん、こんばんは。ハイドンといえば、交響曲の父として有名でございます。びっくりシンフォニー。皆さんよくご存知の曲だと思います。ハイドンのシンフォニー。シンフォニーとは交響曲という意味でございます。おもちゃ箱からいろんなおもちゃが夜中に飛び出て、なんかおいしいことないかな、面白いことしてやろうかな、なんかいたずらしてやろうかな、などとそわそわ遊び出す曲でございます。驚愕。誰もが初めは初心者です。初めから何でもこなせる人は本当はいないんです。少しずついろんなことにチャレンジしてみようという気持ちがピアノ上達にもつながります。レンジはレンジでも何でもやってみよう。ミスや失敗を恐れずにやってみようとする人はチャレンジ精神旺盛ということです。先生も間違いながら初めてできるようになると嬉しく思います。あ、びっくりシンフォニー、文句の叫びにびっくり、あ、びっくり、驚愕シンフォニーでございました。それではまた。